マイカントリー・ティ It is o G 別名アメリカは、サミュエル・フランシス・スミスの作詞による、アメリカ合衆国の愛国歌の一つである。戦立は、英国の国家、女王陛下万歳と同一である。正常期が採用されるまでは、事実上のアメリカ合衆国国家であった。1831年、マサチューセッツ州アンドーバーのアンドーバー・ティーロジェクル、セミナリーの学生であったサミュエル・フランシス・スミスが、 この詩を書いた。友人であるローウェル・メイソンからドイツ語歌集の訳書を依頼されたサミュエル・フランシス・スミスは、ムツヨ・クレメンティの公共局第3番の旋律に着想し、愛国的参加としてこの詩の制作に入った。歌詞は、おおむね30分で書き上げられた。歌詞を受け取ったメイソンは、1831年の7月4日に、ボストンのパーク・ストリート協会で行われた。 独立記念日の祝賀会で歌詞を披露し、これが初演となった。その翌年の1832年には、歌詞と楽譜が一般向けに出版された。1939年、リンカーン記念堂で歌唱するマリアン・アンダーソン。ありがとうございます。